どうもこんにちは。ブログの川野無駄です。今日はネットで検索した際、ブログタイトルと説明文が表示される時と、ブログタイトルと記事の一文が表示される時がありますが、これはなぜか、どう使い分けられているのかというお話をしてみたいと思います。こちらはですね、私のブログの読者様からいただいたご質問になるんですけども、ちょっとまず読ませていただきます。私はアメブロしか知りませんが、ブログのタイトルと説明文はネット上で公開されますよね。それが最近説明文ではなく、記事の中身が説明文の代わりに出ています。どうしてなんでしょうか。説明文にキーワードを入れている人には迷惑ですよね。他のブログでもそんなことあるのでしょうか、というご質問です。で、私ですね、ちょっと理解力が足らなくて申し訳ないんですけども、このご質問の意味を 100% 理解することができませんでした。私なりの解釈になってしまうかと思うんですけども、おそらくこうじゃないかなと思います。Google で何かキーワードを入力して検索したときに、例えば沖縄 GT ブログというキーワードで検索したときに、ここに検索結果表示されますよね。ここのことかなと思いました。ブログのタイトルと説明文が表示されるときもあれば、タイトルと記事の一文が抜粋されるときがある。あるんですよ、実際に。で、このことかなと思いました。この違いがなぜかとか、そういったご質問なのかなと思いましたので、そちらにお答えしたいと思います。もしですね、違ってましたらすいません。じゃあ、私が沖縄 GT ブログと検索した時に、どちらを表示した方が親切か、説明文を表示する方がいいのか、記事の一文を表示する方がいいのか、これは明らかですよね。簡単なことなんですよ。沖縄 GT ブログと検索した人は何を求めているか。ブログを探してるんですね。ブログを。沖縄の GT 釣りに関するブログを探してるんですよ。なので、このキーワードを検索した人に対しては、ブログのタイトルとブログの説明文を表示した方が親切なんです。Google は検索ユーザーの利便性を一番に考えています。検索ユーザー第一なんですよ。検索ユーザーが何を求めているんだろうか、ということを検索ワードから自動的にですね、考えて、その人に自動的に表示すべき文章というものを表示します。アメブロだから説明文、ワードプレスだから記事の一文、そういうことじゃないんですよ。ブログはブログ、ホームページはホームページ。 Google がそれを自動的に、検索ユーザーの利便性を考えて自動的に説明文にする場合もあれば、記事の一文にする場合もあります。じゃあ、逆にこの記事の一文を表示した方がいい場合というのはどういう時かというとですね、ブログにはブログ全体のタイトルと説明文というものがあります。このブログに何が書かれているかという説明文、このブログはどんなブログなんですよというタイトルですよね。でも、ブログの中にですね、たくさんの記事がありますよね。ブログは一つですよ。でも、その一つのブログの中に記事はたくさん詰め込まれているんですよ。じゃあ、私が、じゃあ沖縄 GT ブログではなくて、船と検索してみたいと思います。沖縄 GT 船。で、このワードで検索したときに、たまたまです。たまたま、こちらのブログが表示された、1位に。先ほど沖縄 GT ブログと検索して表示されたブログと全く同じものが一番に表示されたときに、この場合はですね、ブログのタイトルと説明文を表示するのってあんまり意味がないんですよ。なぜなら、私は沖縄 GT 船と検索してますから、船に関する情報を知りたがってるんですね。先ほどの場合、沖縄 GT ブログですよね。ブログを探してます。ブログを。なので、ブログのタイトルと説明文を表示した方が親切なんですが、今回は私は船を探します。船に関する情報を探してるんですよ。ブログを探してるわけじゃないんです、別に。ホームページでもいいんですよ。何でもいいんですよ。情報であれば何でもいいんです。そういった場合に、ブログのタイトルと説明文、これってあんまり意味がなくて、このワードで検索した人にとってはあんまり意味がないんですね。じゃあ、たまたまこの人がですよ、このブログを書いている人が、沖縄で GT 釣りするなら、こういったフィッシングガイドサービスがいいですよ。おすすめですよ。こういった船使ってますよ。
この船とても乗り心地いいですし、船長さんもとても優しいですよというような記事を書かれていたとしますね、このブログの中で。じゃあ沖縄 GT 船と検索した私にとって、この記事のタイトルと記事の一文抜粋してくれた方が分かりやすいんですよ。まあ極論言うと、このブログにいちいちアクセスしなくても検索エンジンのその検索結果見るだけで、あ、これ俺が求めてる情報だなとか、それが分かりやすいんですね、記事の一文が抜粋されていれば。でさらに Google というのはとても親切です。本当にですね、検索エンジンの利便性第一に考えているなと思うんですが、沖縄 GT 船と検索した時に、沖縄 GT 船、検索したワードだけですよ、太字で表示してくれるんですね。これ本当分かりやすいですよ。検索結果を見るだけで、あ、これ俺が求めてる情報だな、これちょっと違うなっていうのを判断できるんです。いちいちブログにアクセスすることなくですよ。このように Google は本当に検索ユーザーの利便性だけを考えて検索エンジン作ってるんですね。先ほどご質問の中にですね、説明文にキーワードを含んでいる人にとっては迷惑じゃないかというような一文がありましたが、Google っていうのはサイト運営者のことはどうでもいいんですよ。その情報ですよね、そこに書かれている情報、そして検索してくれる検索ユーザーのことを考えています。この人がこっち、本当はこっち表示してほしい、なのにこっち表示されたっていうことじゃなくて、だから迷惑なんだっていうことじゃなくて、 Google が検索ユーザーのことを一番に考えて、どっちを表示した方が検索ユーザーにとってメリットが大きいのかということを勝手に判断してるっていう話です。まあ、こちらの都合ではなくて、最終的には検索ユーザー、検索してくれる人のことを Google は考えているんですよというお話になります。もしちょっとご質問と違ってましたら、ご質問のお答えになってなかった場合は申し訳ないんですが、何か参考になれば幸いです。どうもありがとうございます。